文句だおらのコーナー。こんにちは。文句倒れのコーナーですけども、まずあれですわ、何にも風邪が治んない。風邪がね、治りそう、もう治るっていう手前まで来てるんですけど、そっからずっとズル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 ですわ。腹立ちますわ。で、ね、病院がヤブだな、あれが言ってるとこがヤブですわ。うん、ヤブっぽい、なんか知らんけどね、とかなんとか言いとりますけどあれじゃんね、今ドキュメンタルが流れてるからね、暇さえあれ見てるだけどさ、ねえ、見てるだけど、俺、レビューを書いてる人いるじゃん。だから俺見てるだよ。ね。見てるけど、いい意見もありゃ悪い意見もあるじゃないですか。ねえ、腹立つね、ああいう悪い意見をバチバチに書くやつ。ねえ、ええやん。うん。まあ、有料コンテンツだけど、ねえ、その、なんて言うんやろうか。いや、面白い番組だと思いますよ。それをあれがダメだ、これがダメだって、いや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 、書くってね。損したとか書くってやつ、どうかしてるわ。うん。だってさ、Amazon プライム、ね。年間4000円でしょ。どんだけやねん。どんだけお得やねんっていうね。年間4000円で、注文すりゃ早く来るし、Amazon プライムの動画は見れるし、ね？ Amazon プライムしか買えないやつもあるし、ね？どんだけ得やねんって話じゃないですか。それを文句をギャン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 書きまくるっていうのは常識が、常識人とは思えない。クレーマー。クレーマーですわ。うん。クレーマーといえば、この間、池崎のライブ、袖なしライブみたいなのがあって、中山きんに君が一緒にいたんですよ。中山きんに君も出演してて。ほいで、打ち上げにね、きんに君と、みんな行っててさ、きんに君がさ、ずっとボケてんの。ねえ、なんだっけな、一緒に出てた、あ、じゃあ、せんちゃん、せんちゃんじゃないわ、おのまじめ、いやー、にやっちまったの、おのまじめがちょい役で出てたんですよ。ちょい役で出てたから、ボケでね、僕の闇営業で来ていただいてありがとうございますみたいな感じで、こう、少ないですけど、100円を手にこう取って、これ、今日のギャラなんで、僕、別に抜いてないんでとかつって、そういうのを永遠とやってたね。中山きんに君。ねえ。あいつ気違いだろ。もう外吉ですわ。うん。そう。まあそんなライブもあり。ねそう。風邪が治んねえから、たまんねえですよ。はぁ、あ。あ、明日なんか、まあ、本当に、
本当に、あの、特に全然告知でも何でもないです。粗大ゴミ出さないといけないからめんどくせえなって。ここで言うことじゃねえな。なあ、粗大ゴミ出さないといけないんですよ。明日。めんどくせえだーり。ローボード？ローボードを出さないといけない。一人でやんないといけないからめんどくせえわ、ほんと。ゆっくんとか呼んだろうかな。あ、ほいでね、モノマネの、モノマネ100連発ライブシーズン2が、結構好評みたいで、なかなか売れてるみたいなんですよ。はい。なんで、それもありがとうございます。ちょっとな、品切れになっちゃってるとこあるみたいなんで、もうちょっとしたら、補充されると思います。うん。すげえなんか売れてるみたい。だから、ネットのやつ、なんか品切れになっちゃってるみたいね。うん。そう。いい感じですわ。うん。ほいで、あんなまた、な、レビューとか、ね。書いてあるけど、どんどん書いてくださいね。別にね、文句とかも書いていいですよ。うん。全然書いてください。見ますんでね。うん。なんか書いてあったな。でも否定的な意見なかったな。うん。否定的な意見も別にいいっすよ。うん。書いてください。エゴサーチもしますんでね。エゴサーチもしますんで、ザコシの悪口とか全部、書いてください。ツイッターで。僕が全部拾っていきますんで。拾って、もうむちゃくちゃ腹立つやつは、それを画面をスクリーンショットして、保存しときますんで、私は。話のネタにしますんで。はい。もし、そう。そんな感じですかね。まだ単独がね、単独の情報が多分ドキュメンタルが終わってから、放送が終わってから、出ると思いますんで、ちょっとそこら辺も、待ってて期待してください。はい。また全国ツアーやりますんで、全国ツアーというか、東京、静岡、大阪とやりますんで。はい。そんな感じですかね。今日はちょっと、短めですけども。気持ち悪い。なんか胸焼けしてるんですよ、今日。昼間ね、何にも食うものがなかったから、ベーコンしかなかった。冷蔵庫の中に。ベーコンを焼いてずっと食ってたら気持ち悪いっすよ。気持ち悪い。気持ち悪い。油飲んだみたいなもんだ。というわけで、はい、文句なおれでございました。ありゃした。ありゃした。